演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら、こちらの夫の品の頭餅を食べたいと思います。なんともうこの時点で夫の品って書いてある時点でちょっとせっこい感が満々ですけど、もやっとお仕事に入ったということで、どんな頭餅なんだろうね。まず一方は白、もう一方は草餅ですね。まあ、シンプルな頭餅っていう感じですね。では、ちょっと引いちゃってるなこれ。どうしてこずりそうですね。では、いただきます。まあ、スーパーだったらこんな感じかな。白い方はこしあん、草餅の方は粒あんで、まあ美味しくはありましたが、かといって何か溶かしてるわけでもなかったので、普通に美味しい無難な味でございます。こちらの点数としておきました。無難でこういう点数出すって自分が突筆でしたものになっちゃったのかな、ちょっと怖いかも。それでは、こぞ今年ルーブル美術館まで行きとうなり、一体一回行ってみたいんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。